カフェインって結局なんなん？マジでわからん。そのなんかよく聞くけど、結局どれだろう。興奮作用があるとか利尿作用があるとか、なんで入ってんの？血管を拡張する。要するになんかカフェインがなんかどういう効果があるのかとかなんか知っとうわけよ。これなんか眠たくならないとかそういうのは知っとっちゃうけど、そのなんで入っとうかがわからんじゃん。だって別にマウンテンデューにカフェイン入っとってさ、なんかマウンテンデューって眠たくならないを売りにしてなくない？別に。コーヒーとか、なんかエナジードリンクとかでわかるっちゃん。確かにこれ飲んで目覚まさせるためのみたいな。結構何にでも入ってないカフェインって。それはなんでな、こうなんかカフェインが入っとって美味しくなる副作用で眠れなくなるとかな、わかるっちゃん。なんか、あ、美味しくなるなったらそっか、みたいな。しょうがないか、みたいな。思っちゃうけど別に美味しくなるとかではないっちゃう。あ、依存性が、あー！なるほど！だからこんないっぱい買ってんだ。あ、そうだったんだ。しょうがないね、じゃあね。いっぱい飲んでるもん。自覚あるわ。だから俺こんなずっと箱で買ってんだ。めちゃくちゃ納得した。間に合ってないわ。じゃあもう、手遅れだ。そっかそっか、ありがとうみんな教えてくれて。明日も頼もう、箱で。俺も香水にカフェイン入れとこう。これから先なんかさ、出すもんカフェイン入れよう。そうしよう。え、決めた。めちゃいいや。香水にカフェイン入れます、俺。じゃあこれ皮膚から吸収せんとカフェインとかって。するやろ、多分。したら、うわ、匂いとかさておき、振りてえ。なんとなく振りてえ。なるよな。やるしんから12秒目くんなら感謝の不二や天井天下よりが独創派天井天下ほいが